河合モンドです。ですね、これからですね、ちょっとね、あの他県の方に、まあ護身術のね、まあプライド講習も兼ねた、かつ、まあちょっとした警備も兼ねた、ことをねやってこようと思います。まあ、どういうことかっていうと、まあ、ある人から、まあ、ちょっとまあどちらかというとストーカーじみたというか、まあ、そんなようなことがあってですね、まあ、この女性がですね、まあ、あの怖い思いをしているということですので、そちらの方に、その家の方にですね、向かいたいと思います。そしてですね、まあ、その対象者というか相手ですよね、相手がわざわざ家に来てちょっとこういろいろなね嫌がらせをしてくるというような、どんな形なのかちょっとわからないです。私もね実際行ってみてご本人から話聞いて、状況を判断して、決めると思うんですが、ね、わかんないですからね、それはね、もしかするとその女性が、まあ、考えすぎというかそういったことかもしれないし、もしくは男性側がそうかもしれないということなので、双方の状況ですね、鑑みてですね、やっていきたいと思います、ね。まあ、いろいろありますからね、それは分からないと思います、はい。で、まあ、どちらかというと、まあ、警護という形ですが、まあ、趣旨は、まあ、そのどうしたら侵入を食い止めることができるかとか、まあ、護身術、出張の護身術プライベート講習という形になりますよね、はい、っていう形なんですが、趣旨はそういう形なんですが、まあもしかすると滞在中に、相手側がこう何かをしてくるかもしれないということはありえますよね、はい、だからそれなりの準備をして、向かいたいと思います、はい、ですので、まあプライベート講習を兼ねた、まあ女性の警護という形になります、はい、まあ、警護というかボディーガードというかそういったような形になります、はい、ですが、まあ、ただ相手がバッと来たからじゃあやっちゃえばいいということではなくて、いろんな状況を鑑みて、ね、それはもしかすると警察を呼ばなきゃいけないような状況かもしれないし、ね、分かりますよね、うん、エスカレートすればあれですけど、エスカレートしない状況ならばそうかもしれないし、相手が例えば法的にとかいろいろありますからね、だからそんな簡単にはいかないんですけども、状況を鑑みてエスカレートしたことも考慮に入れて、警護すると。だけども基本は、まあ、プライベート講習ということですので、はい、その自宅の方へ、向かいます。で、まあ、そちらの方でいろいろちょっと数日間ですね、数日間いるという形になると思います。数日間そちらのに滞在をして、はい、ちょっと状況を見てということですかね、はいはい、ですのでちょっとね間が空くというか、アップしたりだとか、その状況に応じて返信をね、メールの返信をしたりとかいうことも止まるかもしれないですけども、その時は申し訳ございません、はい、ということです。はい、はい、ですね、行ってきました、ね、まあ状況としては良かったんじゃないでしょうか。まあ何事もなく、とりあえずね今現段階で何事もなく進んだと思います。いい感じだったと思います。状況をですねちょっとまあ言いますと、やはりそのね家の方に来たということですよね。ただまあ私が、まあ過去ですよね。まあでも私がいた時はなかったですね、そういったことが。多分私がどうなんですかね、私が出入りしてたのが見えてたのかね、明らかに人間が入ってるって、男が入っていってるっていうのは多分周りも見てると思うんで、そういうのもあるかもしれないですよね、状況的に、はい、だからずっとね、一緒にいました、ね、その方と一緒にずっと行動しておりました、常に外出かけるときも全部一緒です。
仲もずっと一緒ってちょっと言い方あれですけどね、家の中も一緒ですということです。でまあ良かったです。いろんなね、一応装備はね、装備品っていうのは持ってたんですけどね、全部ね、なので何かあったとしてもね、何かあったとしても問題なかったんですけど、やっぱり何も起こさないっていうことがやっぱりボディーガードって重要じゃないですかね。ボディーガードってやっぱり何も起こさないことが重要なので、そこは私はそう思いますね。何か起こってももちろん対応できなきゃいけないけど、そうならないように目をつんでいくっていうやり方がもう絶対大事じゃないですか、ね、これはまあ当然のことですよね。だけどその何か起こった時の対処法は当然知ってなきゃいけないし、はい、対処法を知らないのにね、危機管理を知ってますだけじゃダメなんですけどね、うん、もちろんそれを回避していくのは重要なんですよ。回避していくのは重要なんですけど、その回避していくのはそうなんだけど、相手がそれ以上の状況で来た時は自分は対応しなきゃいけないんで、当たり前の話じゃないですか、ね、だから対応できないっていうのもアウトなんですけど、対応できることを 見込んでのあれですよね、危機回避というかそういったことをやっていくってことが重要だと思います、はい、だからまあでも家の中でね、家の中で行動する、家の中でこうする、家の中で例えば守ったりするってすごく簡単じゃないですか。逆にね、その中で守るのはすごい簡単ですよね。その装備品の制限っていうのはほぼなくなってくるじゃないですか、その中の敷地内だから、その方の敷地内問題ないですよね。でまあ路上ですよね。路上がまあその時の状況に応じて変えていくっていう形になりますけどね。だけどそういうことです。はい、ということで、まあ、今回はその、まあ、プライベート講習の、延長線上ですね、延長線上で、まあ、警護も兼ねてたっていうことですね。はい、ということですので、ね、また皆さん動画の方バンバンアップロードしていきますのでよろしくお願いいたします、ね。これからも、ね、頑張っていきます。はい、河合モンドでした。でまた次回お会いしましょう。リアル語真実をぶちかます。